皆さんこんにちは、三女のニーナです。福井は雪がひどく買い物にも行けないので、家にあるお芋を焼いてみました。ストーブで15分ぐらい焼くとめちゃめちゃ暑いけどとてもいい匂いがしました。チワワのクロエも匂いにつられてやってきました。お芋大好きだもんね。少しあげちゃう。さあ食べてみましょう。とっても甘くてとっても美味しかったです。くんくんくん、少しください、少しください。イエーイ、もらっちゃった。ちょっと暑かったみたいです。もっとちょうだい、もっとちょうだい。ストーブの上に乗せておくだけでこんなに美味しくなるんですね。焼き芋最高、焼き芋万歳。待てできるか、待て、待てできるかな、待て、待てよ。よし、よし、チェリー。ぜひ皆さんもやってみてください。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。